ハロー、スティワードです。2021年2月1日、スティワードディズニーワールドニュースのお時間です。3ヶ月ぶりのニュースですが、皆様お待ちくださりありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ウォールドディズニーワールドに関する気になるニュースをピックアップしてお届けしています。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目のニュースから。オーランド国際空港とディズニーホテルを結ぶ無料シャトルバス、マジカルエクスプレスが今年2021年いっぱいまでは運行、そして来年2022年1月1日から終了するとの発表がありました。マジカルエクスプレス廃止の後は、業務委託されていた交通会社が有料バスを運行するようです。来年からはオーランド国際空港とディズニーホテル間の移動は有料バス、ライドシェアのウーバーやリフト、レンタカーなどになりますね。とても便利なサービスだったので終了してしまうのは残念です。パーク内の交通のバス、モノレール、スカイライナー、ボートは引き続き利用できます。さあ次も少し残念なニュースです。ディズニー直営ホテルの特典の一つであるマジックバンドの無料配布が2021年1月1日より廃止となりました。年間パスホルダーへのマジックバンドの無料配布は引き続き行われるそうです。さて次もウォールドディズニーワールドのホテルに関する話題です。ディズニー直営ホテルの特典の一つであるエキストラマジックアワーの終了が決定。その代わりにアーリーテーマパークエントリーというシステムを導入するとのこと。ディズニー直営ホテル宿泊者はディズニーワールドの4つのどのパークでも宿泊している日程の毎日、開園時間30分前に入園できるという内容です。このシステムの導入の開始日はまだ発表されていません。コロナの影響で現在はエキストラマジックアワーは行われていませんが、もう同じシステムは戻ってこないとなるとちょっとがっかりしてしまいますね。次は嬉しいニュースです。アニマルキングダムパークの人気のショー、フェスティバルオブザライオンキングが今年2021年夏に再開されるとのこと。ステージの演出などは今の状況に合わせて少し変更があったり、フィジカルディスタンスを考慮したシーティングなど工夫しながらのリオープンになるそうです。またあのステージをじっくり楽しみたいですね。さて次はご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、マジックキングダムのアトラクションに関するニュースです。先日ディズニーパークスの人気アトラクションの一つ、ジャングルクルーズ改装の発表がありました。人種差別的な表現をなくしたり、新しいシーンも追加されるとか、工事の日程などはまだ発表されていませんが、生まれ変わるジャングルクルーズ、とても楽しみです。次はエプコットのフェスティバルに関するニュースです。2021年テイストオブエプコットフラワー&ガーデンフェスティバルの開催日が発表されました。日程は2021年3月3日から7月5日まで。コロナの影響で例年よりは規模は小さくなると予想されますが、毎年恒例のディズニーキャラクターのトピアリーやフードブースがパークを彩ってくれるようですよ。またチームスチュワートフェスティバルの様子をリポートするつもりです。どうぞお楽しみに。はい、モノレールが来ました。はい、こちらセクション2です。一つの扉のところにセクションが4つあって、こんな風に個室みたいになってます。面白いですね。前はね、一つの列に1組だけだったんですけども、これでね、もうちょっとたくさん乗れる
ました。そうですね、だって1週間前はこんなんじゃなかったので新しい試みですね。面白い。ではでは、最後にチームスッチワードから YouTube ライブのお知らせです。日程はこちら、来たる2月5日の金曜日、日本時間の朝の6時頃からエプコットで、そして2月7日日曜日、日本時間の夜10時50分頃からハリウッドスタジオよりお届けします。ちなみにフロリダの現地時間では2月4日木曜日の午後4時、2月7日日曜日の朝8時50分頃となります。どちらも微妙な時間なのですが、開園時間や閉園時間、パークの明るさなどを考慮してこの時間に決めました。お忙しいと思いますが、ご参加いただけると嬉しいです。一緒にパークを楽しみましょう。よろしくお願いします。以上、スッチワードディズニーワールドニュース2月1日版をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。グッド、チャンネル登録お願いします。スッチワードでした。